これから、令和5年度、集団指導、相談支援の資料について、説明を行います。なお、この説明動画では、重要なポイントを抜粋して説明していきますので、動画視聴後には、改めて内容を確認するようにしてください。動画を視聴するにあたり、ご用意いただく資料についてです。集団指導、ホームページより、 一番の説明資料、各個、六番の相談支援の説明資料をお手元にご用意ください。それでは、内容の説明に移ります。まずは、資料1ページから16ページまで、障害のある人に対する相談支援についての説明を記載しております。相談支援事業は、障害のある人が、自立した日常生活、 または社会生活を営むことができるよう、身近な市町村を中心として実施するものであり、大きく分類して、地域相談支援事業、地域移行支援、地域定着支援、計画相談支援事業、障害児相談支援事業に分かれています。まずは、資料2ページから、地域相談支援事業についてです。地域移行支援、 地域定着支援の概要、対象者は、資料に記載の通りです。人員基準については、地域移行支援の場合、先住の指定地域移行支援従業者、括弧一人以上は相談支援専門員であること、及び管理者が必要です。なお、業務に支障のない場合は、他の職種との兼務は可能です。地域定着支援の場合、 専従の指定地域定着支援従業者、各個、1人以上は相談支援専門員であること、及び管理者が必要です。なお、業務に支障のない場合は、他の職種との兼務は可能です。続いて、運営基準についてです。地域移行支援の運営基準の詳細については、3ページから12ページを、 地域定着支援の運営基準の詳細については、12ページから14ページをご確認ください。なお、地域移行支援の運営基準、第5条から第18条、および第25条から第38条までの規定については、地域定着支援の事業に順用します。運営基準について、3点ほどご説明します。まずは、9ページをご覧ください。 括弧25番、業務継続計画の策定等についてです。この基準は、感染症や災害が発生した場合でも、利用者が継続してサービスの提供を受けられるよう、サービスを継続的に実施するための、および、非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定するとともに、その業務継続計画に従い、従業者に対して、必要な研修、 およびシミュレーションを実施しなければならないとしたものです。令和6年4月1日からは義務化されますので、速やかに計画作成をお願いします。計画作成の参考として、厚生労働省ホームページの案内を掲載しております。また、集団指導ホームページの参考資料欄にも、厚生労働省ホームページへのリンクを用意しておりますので、参照ください。 続いて、同じく9ページ、カッコ、27番、衛生管理等についてです。丸3番について、感染症の発生、及びまん延防止のために、対策委員会の開催、指針の整備、研修及び訓練の実施が、令和6年4月1日からは義務化されます。感染症対策指針の作成については、10ページに、 厚生労働省ホームページの案内を掲載しておりますので、そちらもご確認ください。続いて、11ページをご覧ください。括弧、33番、事故発生時の対応についてです。サービス等の提供中に、事故及び事件が発生した場合は、県と支給決定市町村に、事故報告書を提出してください。 事故報告に関しては、集団指導共通編資料の25ページを参照ください。続いて、資料15ページに移ります。こちらは、計画相談支援、障害児相談支援についてです。計画相談支援、障害児相談支援事業の概要、対象者については、資料に記載の通りです。人員基準について、 計画相談支援、障害児相談支援では、35件に1人を標準とする専従の相談支援専門委員と管理者が必要です。なお、業務に支障のない場合は、他の職種との兼務は可能です。続いて、16ページは、その他の相談支援事業についてです。その他の相談支援事業として、1、 障害者相談支援事業。2、住宅入居等支援事業。括弧、居宅サポート事業。3、青年貢献制度利用支援事業。の3つについて記載しています。実施者、事業内容、対象者については記載の通りです。続いて、資料17ページは、相談支援事業の指定に関する。 各種届出についてです。事業所の運営体制等が変更になった場合は、手続きごとに、定められた期限までに届出を行う必要があります。地域相談支援事業について、政令市及び中核市に所在の事業所は、政令市、中核市の担当窓口に。それ以外の事業所については、福岡県の、障害福祉サービス指導室に提出していただく必要があります。 計画相談支援事業、及び障害児相談支援事業については、事業所の所在する市町村の担当窓口に提出をお願いします。届け出先について、混同されるケースが多いので、ご注意ください。次に、各種届出の提出期限ですが、新規指定の場合は、指定予定月の前々月の16日までです。例えば、 9月1日指定の場合は、7月16日までに提出が必要です。更新の場合は、指定有効期限の前月15日までです。例えば、9月末で指定期限が到来する場合は、8月15日までに届け出が必要です。変更の場合は、基本的には、変更があった日から10日以内までです。なお、移転等で所在地の変更が伴う場合は、 変更予定月の前々月の16日までとなります。加算の変更の届出については、前月の15日までです。前年度実績によるものは、年度初めの4月中までとなります。加算の変更について、16日以降の届出の場合は、翌々月からの算定となりますので、ご注意ください。要件を満たさなくなる場合は、速やかに届け出をお願いします。 廃止、休止、再開についての提出期限は資料記載のとおりです。なお、休止届の期間は1年間までとしています。続いて、福岡県の相談支援従事者研修事業について紹介します。まず、令和5年度の相談支援従事者初任者研修。 および相談支援従事者現任研修の法定研修については、オンラインで実施しておりますが、令和5年度の募集は終了いたしました。また、主任相談支援専門員研修についても、令和5年9月に実施し、終了いたしました。この主任研修については、市町村等の推薦を受けて、福岡県から受講者を推薦し、受講いただくこととしております。 主任相談支援専門委員の要件として、現任研修終了後、3年以上の実務経験を有した上で、主任相談支援専門委員研修を終了したものとなっております。主任相談支援専門委員については、事業所や地域において指導的役割を担い、相談支援の仕組みを支える中核的な人材と位置づけられております。また、相談支援専門委員の支援スキルや、 サービスと利用計画について、適切に評価、助言を行い、相談支援の質の確保を図る役割が期待されております。福岡県としても、このような役割を担っていただける方に、率先して主任相談支援専門員となっていただきたいと考えております。令和6年度の研修事業につきましては、今後、福岡県のホームページ等でお知らせいたします。 18ページをご覧ください。福岡県、相談支援従事者現任研修についてご紹介します。相談支援事業所で、相談支援専門員として従事する方は、相談支援従事者初任者研修を終了した年度の翌年度を初年度として、5年の間に相談支援従事者現任研修を終了する必要があります。現任研修事項のイメージとして記載している通り、 あくまで初任者研修を終了した年度の翌年度から5年ごととなりますので、例えば、2年目に現任研修を受けた場合であっても、その次の現任研修の受講期間は、初任者研修を終了した年度の翌年度から帰算すると、6年目から10年目の間となります。受講必要年度内に現任研修を終了していない場合は、再度、初任者研修を受講することになりますので、ご注意ください。 令和5年度の現任研修については、記載の通りの日程で開催しますが、現在、募集は終了しております。また、令和6年度以降は、1コースのみの実施となりますので、更新期間を確認の上、お申し込み忘れがないよう、十分ご注意ください。19ページをご覧ください。研修受講対象者についてです。 現任研修の研修事項対象者は、令和2年度から変更となっており、初回の事項については、過去5年間に、2年以上の相談支援の実務経験があること。2回目以降の事項については、過去5年間に、2年以上の相談支援の実務経験があること、または現に相談支援業務に従事していることを満たす必要があります。ただし、制度改正に伴う経過措置が設けられているため、 令和元年度までに初任者研修を終了したものであって、令和2年度以降の現任研修を初めて受講するにあたっては、先ほど説明した実務経験の要件を満たさなくても、更新者コースで受講することができます。令和元年度に初任者研修及び現任研修を終了した方は、令和6年度に受ける現任研修は、経過措置の適用を受けることができます。 続いて、20ページから、福岡県相談支援従事者人材育成ビジョンについて、ご紹介します。人材育成ビジョンは、令和元年度に、福岡県自立支援協議会において策定しております。ビジョン策定の背景としましては、厚生労働省から策定が推奨されていることや、当時、県の相談支援体制や、 人材育成のための研修体制の構造を明示したものがないといった状況にあり、そのような背景から策定を行っております。詳細については、ご一読いただく必要がございますので、ビジョンの位置づけ、構成等、ポイントを絞ってご説明いたします。まず、21ページ上部の、はじめに、では、先ほどのビジョン策定の経緯等を記載しております。 はじめにの下から4行目以降、ビジョン策定の目的を記載しておりますが、要約すると、相談支援体制の強化、及び計画的に人材育成を行うために、県として目指すべき体制を示したものとしております。21ページの下部では、相談支援従事者に必要な資質について示しております。ここでは、価値、知識、技術の3種に分けて整理しており、まず、 土台として、本人中心の価値、人権をめぐる価値等、相談支援従事者が持つべき価値観があり、その上に、対象理解に関する知識、障害者の歴史的な処遇、実態、関連法制度等の知識、そしてさらにその上に、ソーシャルワーク援助技術、関係形成力、指導力等の各種技術、といった構造で、 相談支援専門員に必要とされる各種支出について示しております。続いて、22ページの上部では、本件の改善すべき課題を示しております。課題の説明については割愛しますが、ここで挙げた課題を解決するため、22ページの下部以降では、人材育成体制や、相談支援体制の構築のための取り組みについて説明してあります。 人材育成体制の構築のための取り組みとしては、研修体系の整備に取り組むこととしております。相談支援に必要な資質を備えた、地域のリーダー的役割を担う人材を育成するための各種研修については、対象者や役割を一覧として記載しております。また、24ページの下部では、今後、県として構築していく、人材育成システムのイメージ図を示しており、 初任者から熟練者に至るまでの研修実施体制の構造、及び上位の研修を修了した者が、県の講師、ファシリテーターとして登録し、企画、運営側の立場となって、本人の資質向上を図りつつ人材育成を行っていく、循環的な人材育成の流れを構築することを狙いとしております。そして、25ページからは、 相談支援体制の構築のための地域協議会や機関相談支援センターの役割及び必要な機能について記載しています。また、26ページの下部では地域協議会を中心とした各関係機関との関係性について、そして27ページでは福岡県自立支援協議会と地域協議会の関係性を示しております。以上が県の人材育成、 および相談支援体制の強化、促進のために、目指すべき姿を示した、福岡県相談支援従事者人材育成ビジョンの荒ましでございます。このビジョンにつきましては、各研修の獲得目標や、研修間の連動性などを明確化していくなど、今後も必要に応じて、見直しを図っていくこととしています。福岡県としましては、当該ビジョンに基づきながら、引き続き、 研修及び相談支援体制整備の促進に努めていくこととしておりますので、皆様におかれましても、ご理解の上、引き続きご協力のほど、お願いいたします。最後に、28ページより、福岡県相談支援従事者研修における、講師及びファシリテーター登録についてのご案内です。相談支援従事者研修では、 カリキュラムの見直し等により、より高度な研修を実施することが求められており、研修を実施する側の人材確保が重要となっています。福岡県では、人材確保の一環として、これまで行った各種研修を終了等された方で、県の研修事業にご協力いただける意思のある方に、講師及びファシリテーターの登録制度を整備しています。イメージとしては、研修にご協力いただける方の、 人材バンクといった位置づけの運用となります。相談支援事業所における、日々の業務が多忙であるとは承知しておりますが、相談支援従事者の要請にかかる研修は、相談支援事業を運営される皆様のスキルアップや、新たな人材の供給など、事業所の運営に大きな影響があるものと考えております。事業所管理者の皆様におかれましては、ご自身の積極的な参加、 並びに所属職員へのスキルアップ研修事項の促進、研修講師、ファシリテーターとしての活動に対する特段の配慮等、今後も引き続きご協力くださいますよう、何卒お願いいたします。登録制度に関する要項を、28ページから31ページに添付しておりますので、お時間ある時にご一読いただければ幸いです。以上をもちまして、 集団指導、相談支援、説明動画は終了となります。動画での説明を割愛した部分についても、各自にて、内容をご確認いただきますようよろしくお願いいたします。また、ホームページに掲載しております各種参考資料につきましても、ご確認いただきまして、必要に応じてダウンロードしてください。ご視聴、ありがとうございました。